皆さん、こんにちは。医療系事務職は様々な部署で仕事を行っています。そこで今回はその中から5つを紹介します。まず、医児課です。ここでは患者さんの受付対応から医療費の請求までを担当して患者さんと病院を支えます。地域連携室では、紹介患者さんの受付から退院支援までを担当して連携医療を支えます。 用土科では診療に使用する医療材料の在庫管理を担当して医療現場と病院経営を支えます。総務科ではイベントの企画、運営や広報誌の発行などの情報発信を担当して病院を支えます。さらに病院以外でも活躍しています。例えばコンサルティング会社です。ここではヘルスケアのアドバイスや コンサルティングの業務を行い、病院経営や医療政策を支えます。このように医療系事務職は幅広く医療福祉業界で活躍できるやりがいのある職種です。